こんにちは、ライムです。ということで今回は、ワビのアストロウィンドがやばい。ハイウィンドの不具合のワビが配られているぞ。ウィンドの最多王決定戦開幕。はい。ということでね、皆さんちょっと耳がね、聞こえが悪いかなと思うんですよ。僕の声がね。今絶賛風邪で、今ちょっとね、熱が上がったり下がったりしてるんですね。はい。まあ薬を飲みながらね、下がったタイミングを見計らって動画撮ってるというわけなんですが、ちょっと聞き苦しいかもしれませんが、お願いします。ということでですね、今回このハイウィンドのアストロウィンドが特にね、詫びとしてでかいなと思って、で、これ自分のギルドメンバー、の、みんなでですね、どれぐらい詫びもらえたっていう話の中で、とてつもない数もらってた方もいました。ちなみにライムはというと、これだね、17個。普通普通ということでね、僕はもう別に何の足しにもならない。まあ足しにはなるけど、まあこれが17個取れたからといって、別に強化にはつながらなかったわけですが、でこれみんなどれぐらいもらえてるかっていう話だね。で一応そんな話をねしてて、一番もらえたギルメンのスクショもちょっとね、借りてきたんですけど、これだね、一番もらえた方で驚異の77個。これ77個ってどれぐらいかっていうと、ゴールドボム2体以上ってことだね。ゴールドボム1体確か30個だよね、アストロウィンドが。ってことを考えると、さらにその上でサボテンダーまで一緒に出たよみたいなぐらいもらえてるってことですね。で一体ライムとこのねギルメンの差の60個は一体どこから来てるものなのかっていう話なんですけど、これはまあ結構単純な話で、まあ以前お知らせにもあったかなと思うんですが、不具合情報かな、これ。はい、これがですね、特定のハイウィンドのレベルで回収した際にレアエネミーと遭遇するための抽選が行われないという不具合で、不具合発生レベルというのが14、22、30、40、50、60、70ということ で、こちら不具合に対するお詫びということで、ハイウィンド公開時点から4月25日22時までの間に該当のレベルで回収を行われた皆様にお詫びとしてレアネミーのバトル報酬に該当するアイテムを配布いたします。配布日時については、てかまあ今日だね、配布量の算出を行った上で改めてお知らせにご連絡いたしますということで、でこのここに書いてあるんですよ、配布量の算出方法っていうのが。でこれが該当のレベルにおける修正後のレアエネミー出現確率から回収1回あたりの報酬量を算出し、不具合発生中に該当のレベルで回収を行った回数と掛け合わせて各お客様ごとに算出ということで、要するにまあこのギルメンの方にもね、そのハイウィンドの育成状況とかどういう風に進めたのっていう話を聞いたんですけど、まあ、やっぱりそのこの該当不具合に対する、まあやり方というか、ぴったりなんていうのかな、噛み合ってたというかね、バッチリ出ないところで停滞してたっていうのかな。その方は5の倍数のハイウィンドレベルのところで止まって、でハイウィンドレベルが5の倍数の時に他の強化素材アップとか、そういったことをやっていたということなので、つまり、この方は僕と違ってめちゃくちゃ停滞してた時間が長かったってことだね。期間が長かったっていうこと。なので、この報酬になっているということなんですけど、まあ具体的なね、そのね、確率っていうのはわかんないけど、少なくともその時に停滞していたレアエネミー出現確率、これあるよね。強化とか、それからギルドボーナスでもレアエネミーの出現率とかっていうのはあると思うんですけど、それらも全て計算されてると思うので、一概にはね、まあ計算式を出すことっていうのはできませんけど、一応差があるっていうのはそういうことだね。レベル70とか、60とかの時にめちゃくちゃずっとそこに停滞して他の強化を進めてたよっていう人の方が、まあ詫びが多いっていうことだね。
まあこれ結局その停滞してた方はね、これ一見すごくもらえてると思うんですよ。ライムが17個でこの方は77個だからね、それはもらえてる風に見えるんだけど、その分この方ってその特定のレベルで停滞してたからずっとレアエネミーが出なかったってことなんだよね。つまりなんで、まあ結果的にどっちの方が僕とね、その方どっちの方がこのアストロウィンドの数が多いのかっていうのは分かりません。結局あとその他ですね、普通にリアルラックでレアエネミーの出現確率も結構人によってバラバラだからね。僕って今そういえば何回なんだろうな、ギルメンはね33回とか出してる方も、あ出た、言ってるそばから出た、これはサボテンダーかな、言ってるそばから出ました、1回増えた。ちょっとこの後回数見てみよう。気になるのはね、最多王だね。ちょっと77個以上もらったよって人はコメント欄にコメント欲しいですね。100超えは果たしているのかっていう、100超えいたらすごいね。ゴールドボム3体以上分、あ今ミッション達成した30回だ、私で30回だよ。まあ僕運悪い方だと思うんだけど、うん、30回で、ちょうど30回だったね、この動画で。ありがとうございます。ということだ。多い人は、35とか、6回とかって人もいたかも、いたけど、うん、まあ、それと考えたら僕は、運は悪い方かな。ゴールドボムはでも2回くらい出たかな、確か。うん、そんな感じはします。いつかあれだね。またアストロウィンドの、あ、アストロウィンドの数調べるのちょっと大変か、無理か、限界突破から逆算しないといけないからちょっと難しいか。うん、まあでもね、他のやっぱギルメンの方と比べるとやっぱアストロウィンドとか、そのハイウィンドコレクションか、ハイウィンドコレクションのステータスの強化の幅全然違うからね。僕とか全然なんで、全く同じような装備でも火力全然違うもんね。この間のギルドランキングとか見てても、うん、やっぱハイウィンドコレクションって大事だなと思った。あとレアエネミーどれだけ出すかっていうのが大事かなと思った。はい、という感じですかね。とりあえず、まあ、先ほども言いましたが、とりあえずコメント欄に俺アストロウィンズドの詫び100個超えたぜっていう猛者がいたら、ぜひね、コメントに書き込んでほしいなと思います。まあ、あるいはギルメンでもいいけどね。ギルメンとか知り合いの方が100個以上出してましたって人いれば。その方はもうよっぽど長かったんだね。その、レアエネミーが出ない。一生出ないと思ってたかもしんない。もしや。そんな100個クラスなんて。そんなレベルだよ、多分。レアエネミーとは一体っていうね、都市伝説なんじゃねえかって、多分その方は思っていたことでしょう。はい。ということでですね、またエバクラ、これ以外もなんかリクエストとかあればどしどしお待ちしておりますのでよろしくお願いします。といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。